から立社をお願いいたします。はい、それではご報告申し上げます。北朝鮮は本日22時43分ごろ、北朝鮮北西部沿岸地域のトンチャンリ地区から衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射を強行いたしました。発射された1発は複数に分離いたしまして、1つ目は22時50分ごろ、朝鮮半島の西約350キロの東シナ海上の予告落下区域外に落下をいたしました。2つ目は22時55分ごろ、沖縄本島と宮古島との間の上空を通過いたしまして、22時57分ごろ、沖ノ鳥島の南西約1200キロの太平洋上、我が国の EEZ 外である予告落下区域内に落下をいたしました。これ以上の詳細については現在分析中でございますけれども、現時点におきましては地球周回軌道への衛星の投入は確認されておりません。これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含めまして、一連の北朝鮮の行動は、我が国地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものでございます。特に今般北朝鮮が行った日本列島上空を通過する形での発射は、航空機や艦船は船舶はもとより付近の住民の安全確保の観点からも極めて問題のある行為でございます。またこのような発射は衛星打ち上げを目的としたものではあったとしても、北朝鮮による弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も禁止としている関連する国連安保理決議に違反するものでございまして、国民の安全に関わる重大な問題でございます。我が国といたしましては、北朝鮮に対して厳重に抗議をいたしまして、最も強い表現で非難をいたしました。また国民の生命財産を守り抜くため、引き続きアメリカや韓国等の関係国とともに緊密に連携いたしまして、情報の収集分析および警戒監視に全力を挙げるとともに、今後追加して公表すべき情報を入手した場合には速やかに発表することとしています。私からは以上です。ありがとうございます。それでは冒頭、代表 TBS から一問お伺いいたします。はい、ソウルの報道などではですね、この通告期間よりも先に少し前に発射したのが、気象条件などを考慮したためという報道もありますが、通告期間よりも先に撃ったことへの分析ですとか受け止めなどありましたらお願いいたします。はい、それはまさに意図に関することでございますので、今それについては分析中でございますし、確たることを今ここで言える状況ではございません。ありがとうございます。それでは各社さんお願いいたします。読売新聞の溝田といいます。はい、先ほど軌道等には確認されてないとおっしゃいましたけれども、今の時点で失敗したというふうに判断しているんでしょうか。その失敗か成功かについても今分析中でございます。それについては確たることは今言える状況ではございません。産経新聞の佐藤と申します。衛星は軍事偵察衛星とも言われてますけれども、成功した場合ですね、日本の安全保障環境にとって、どういうような影響があるというふうに分析されていますか。はい、これも成功した場合ということで、仮定の問題ではありますけれども、仮に成功した場合はですね、やはり北朝鮮が核やミサイルの戦力の増強を継続している中でございますので、もし偵察衛星を保有するに至った場合はですね、このミサイル運用能力、さらに向上するわけでございます。ですので、我が国と地域および国際社会の平和と安全を一層脅かす恐れがあると、我々は認識しているところでございます。岡山市です。毎日松浦です。よろしくお願いします。はい、北朝鮮の今回の発射なんですが、ロシアの技術が使われているという可能性についてはいかがでしょうか。はい、それについてもまさにこれは分析中でございます。すべてを分析した上でないと、なかなかそれについてはお答えすることはできないですね。はい、まだ否定の肯定もできない状況だと思ったらよろしいですか。すべて分析中でございます。それについては、はい、それと問題は衛星自体が乗っていたという理解でよろしいんでしょうか。そこも分析中なんでしょうか。いや、確かに1段目、2段目、それから3段目ということですけれども、それが衛星かどうかも確認しなければなりません。それについては多少時間がかかることでございます。ありがとうございます。はい、
すみません、沖縄タイムスの赤木と申します。はい、破壊措置命令に基づいてですね、沖縄に PAC-3 配備されておりまして、海上自衛隊のイージス艦等々も展開していると思いますけれども、そのあたりの今後の体制については、今のところはどういったお考えでしょうか。確かにイージス艦、それから PAC-3、必要な体制を取らさせていただいておりますけれども、破壊措置命令に基づくこれらの展開につきましてはですね、今後、各種の分析と評価を続ける中で、適切に判断していきたいと思います。現時点において、いろいろ判断することはちょっと困難だと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。